Supersonic。BQ。この度はご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、はい、パス力の付け方、付ける練習方法を教えていきたいと思います。はい。なんかやっぱ中学校になるとね、ボールも重たくなるし、コートも若干広がるし、特にセッターの方がね、パス力の付ける方法を教えてほしいっていうことなんで、実際に自分らが中学の時にやってた練習方法を紹介します。はい。これがまあ効果があるかどうかはちょっとわからんね。でも実際自分らがまあやってた方法を教えていくってことなんで、はい、まあ参考までにしてほしいと思います。はい。まず一つ目が、少し重たいボールでオーバーパスの練習をするっていうことですね。はい。なんかバレーボールと同じ大きさの少しね重いトレーニングボールみたいなのが前はあったんですけど、今もう多分探せばあると思うんですけど、僕はそれで昔練習してたんですよ。で、今日はちょっとその重いボールないんで、バスケットボールですね。はい。これはちなみに小学生か中学生ぐらいのかな、高校ぐらいのバスケットボールはちょっと重すぎるんで、これぐらいのバスケットボールでオーバーパスの練習をすると、はい、重さ的にはバレーボールの559よりももうちょっと重いぐらいですね。じゃあちょっとこれでやってみます。はい。はい、今見てもらった通りですね、単純にバスケットボールとか重いボールでオーバーパスをするということですね、うん、この時の注意点としては、まあ、ちょっといつもより重たいんで油断してたらすっぽ抜けたりして顔面とか当たったりするんで、そこだけ気をつけてやってもらえば、これはもう勝手に腕の筋力とかついてパス力向上につながるんで、うん、ぜひやってみてください。普通のパスをこれに変えればいいってこと？そうやね、難しいことをするわけではなくて、いつもと同じのをただ重いボールでやっておくと、うん、いうことですね、はい、感覚がね、こういうバレーボールとバスケットボールじゃ重たさが違うけ、試合前とかはやめた方がいいね、うん、正直セッターの人とかやっぱ精密なポジションやけ、試合が遠い時はこれでトレーニングしてみたらいいと思います。はい。2つ目が 9m ロングパスですね、はい、これはもう多分知ってる人多いと思うんですけど、コートのねサイドラインからサイドラインが 9m あるんで、そこをオーバーパスで何本も続けると。これのやり方なんですけど、まずねオーバーパスの形とかフォームがね変わってしまったらダメなんで、まず確実にできる距離から始めて、そこから10本やったら1歩ずつ下がる、10本やったら1歩下がるっていう風にやってって、最終的に 9m ラインで続けれる分続けていくと、そういう感じですね。まあちょっと今からやってみますね。はい。はい、はい、今やった通りですね、はい、最初短い距離からやって少しずつ距離伸ばしていって、最後は 9m の幅広がって、まあ、やると。そんなきっちり 9m じゃなくてもいいよね。そうね、大体目安やね。結局パス力がつけば別に 8m でも 9m でも 10m でもパス力をつけるってことが目的なんで、まあでもセッターとかはやっぱ 9m 飛んだ方がいいんでね、できるように努力した方がいいと思います。はい。まあ古立はねできるようになったことないですけどってことで、じゃあ次、3つ目、セッターの方になんですけど、遠い方に意識的に上げるってことですね。はい。これどういうことかっていうと、レシーブが上がってきて、例えばライト側にボールが流れた時ですね、
はレフトの遠い方に持っていく。逆にレフト側にボールがキャッチがね流れた時はライト側に持っていくっていうのを、まあ、僕は中学校の時にひたすらにやらされてました、まあ、練習試合 その勝敗とかそういうのを気にするんじゃなくて、そうやって練習試合の時から遠い方遠い方に持っていく練習をしとくと、実際試合になった時に、ね、もうこっちに行ったらこっちしかないっていうセットだとね、絶対ブロック疲れるんで、いろいろねチャレンジした方がいいってことだよね。そうやね、失敗してもいいよね最初は。そうね、絶対ちゃんと上がらんけ最初は。それでまあね、監督にめちゃめちゃぶっ叩かれてました僕も。ぶっ叩かれてそのね失敗を恐れて近い方近い方に上げとくと絶対上手くならないんで、やっぱそこをね一つステップアップしていくために遠い方遠い方に上げるっていうことを意識してやってください。じゃあ今からちょっとねどういう感じかを見せるんでちょっと見てください。はい、はい、今みたいな感じですね、はい、遠い方遠い方に上げるのを練習もそうやし練習試合試合は臨機応変にやってください。はい、いろいろね今パス力強化の方法を説明させてもらったんですけど、はい、パス力をつけることはねすごい大事なんですけど、やっぱり一番大事なのはフォームが崩れないことなんでね、正しいフォームを崩さないように意識しつつこのねトレーニングっていうのをやってってほしいと思います、はい、最後ね一個バスケットボールとかそういう重いボールでね練習するって言ったんですけど、はい、そんな練習したらお前怪我したらどうすんだよとか、子供たちそんなことやらせたら危ないだろみたいなことをね言ってくる人がいるかもしれないですけど、それが怖いならしなくていい。まあ、他の方法もある、うんうんね、僕らがやってた方法を紹介してるだけなんで別にそれ強制してるわけじゃないんでね、はい、参考程度にところでねやってくれたらいいと思います、はい、ちなみに、うん、フルタツはバスケットボールで練習してどうやった？俺はね指3本折れた。 BQ